ブラジルの国旗ネパールの国旗機は布や紙など薄い素材を用いて竿などの先端につけて空中に掲げたものである。万国旗のように綱につける場合もある。旗は何らかの目印やシンボルとして掲示されるもので、視人性やった後識別されるために衣装が凝らされた布である。風雨によってほつれたりちぎれたりしないよう多くは補強が施されており、 特に綱や竿に結びつける部分は念入りに補強されている。旗はもっぱら目につく高いところに形容される。その用途によって様々な機能が付与された旗も多い。国家やコミュニティなどグループの象徴としての旗や装飾用の旗は美しい色合いを使い、図案や色に意味を持たせるなどの衣装が施されている。通信用や識別用の旗は他との識別性を重視して、 風で多少歪んでいても見間違えないような共通化されたデザインが施されている。シンボルとしての意味を持つ旗は様々な儀式で様々な扱い方がなされる。例えば優勝旗は団体競技の大会で優勝したチームに贈られることがあり一種の記念品として扱われる。また同じ旗でも扱い方によって込められた意味が違う。例えば半旗は 潮意という意志を表明する意味を持ち、国家の象徴である国旗を同列につなげた万国旗は、世界平和や国際協力を願う意味を持つ。旗には布が用いられることが多いが、古くは藁や秋や草の繊維あるいは動物の皮が用いられていた。イラン神話は旗の起源をやり先に皮をつけたカーベイの旗とする。日本では、 大城祭の払いの旗について演技式が統制に習って虎像の塔の旗一竜や鷹像の体の旗四竜のように細かく指定しているがこれは長期とトーテムの動物の旗が一組となっていることに意義があるとされる槍の先に布を結びつけて旗印とすることは全世界に広く見られる風習である国際連合に集う加盟国の国旗チベット仏教で 使われる樽蝶も旗の一種である。日本の神社などの宗教施設でよく見られる、上り大量機器の機能として、以下のものが挙げられる。白川聖によると、漢字の、族は、旗と矢の意味で、旗には、祖先の霊が宿るとされた。また、白川によると、人々が、守護霊が宿る軍旗を報じて行動することから、旅団の旅の字が生まれたという。 四国八十八箇所の巡礼の選抜の持つ旗には、工房大使の霊力が宿るとされ、病人を治癒させる霊力を持っているとされた。再色された旗は視認性に優れており、一旦形容すれば、継続的に発信され続けることから通信に利用されてきた。日本では、江戸時代から明治時代にかけてに、大阪を津間んで、積極的に旗振り通信が行われた。 中間地の京都では大阪と大津の米価を比較した米の買い入れが行われ、やがて大津では大阪の米価の情報を早く掴んだ米商が利益を上げるようになった。幕府は何度も旗や登りによる通信の禁令を出したが、その理由には諸説あり、手品まがいの手法での伝達手段を取り締まったものとも言われている。遠距離通信にも旗は利用されていたが、 やがて他の通信手段にとって変わられた。江戸時代に大阪大津間で行われていた旗振り通信でも、鳩が用いられるようになったことが分かっている。大量機や白旗のように掲げる旗の図案に意味がある場合と、半旗のように掲げる旗の位置に意味がある場合がある。以下、旗と組み合わせて用いる装着品について述べる。ありがとうございます。